匂うな。はい、どうも、ざます、こんにちは、こんばんは、鎌首と申しまーす。ミサオの、もうパートいくつだ ?9 かな、いや、じゃあパート10か。パート10です。やっていこうと思います。よろしくお願いします。あれ、セーブできません。あ、しまった、こっちじゃない。ここ、よし。じゃあちょっと、早速ですけども、花子さん。このトイレの花子さん、ちょっと頑張ろうと思います。このね。花子さん、お前はほんまにええ加減にせーよーで、ね。何がしたいかわからんし、何を言うても花子さんだから喋ってる。もう頑張ります。さて、ここやっちまった。こっち寄って、ここ寄っていった。小銭を手に入れた。え、え、なにこれ、く、臭い。え、なに、何その演出。匂うな。え、初めて見た。匂うな。お、お、うん、ちょっと一回出る、ちょっと一回出させて。で、よし、ここで、匂うな。小銭手に入れた。あー、やっぱり壁を突き抜けてここに、そのなんだ、もともと花子さんがいたところにじーっといっても、く、くさいって感じになって消えるんだ。匂うな。ていうか、自分がいたトイレのところで臭いっていうことは、己がどんだけ臭いものを出してたっていうことなのかな。なるほど。というか、実績解除になったからね。撃退っていう。よっしゃ。よっしゃよっしゃ。まあ、手っ取り早く小銭を回収できたので、よしとします。ということで、でもちょっと待って、死亡侵襲の中に。ああ、でも花子さん、うん。ロッカー1ってあるから。まあいいや。ちょっといろいろと、もう、やるべきことは、まあ、さっさとやっちゃいましょう。あ、そうじゃ、もうさっさと小銭使おう。自動販売機か。で、小銭を使って、はい、ジュースを買って、紅茶選んだはずなのに、スポーツドリンクが出てきたぞ。で、このスポーツドリンクね、アクティブワンかもしれないね。スポーツドリンクって言ったら、皆さん何が好きですか、スポーツドリンクは。男子トイレは？あ、そっかそっか、まだトーマ、そういえばトーマと会ってなかったわ。そういえば合流してなかったわ。やるか。あ、その前に彩香と会話しとこう。彩香、無事だったのか。カマをちょうどいいところに、今がチャンスよ。今誰々もいないから、倉田先生のデスク調べ放題よ。まさに食べ放題ならぬ調べ放題。何バカなことしてんだよ。今はそんなことしてる場合じゃないだろ。学校が大変なことになってるんだぞ。見てよ、一番上の日差しの中、倉田先生のラブレターでいっぱい。まったく誰なのよ。私の倉田先生にラブレターなんか送ったやつは、どんなことがいいのか調べてる。あやか、そんなのどうでもいいから、早く安全な場所に逃げるんだ。ダメダメ、これ全部見てから。それに一番下の引き出しもまだ見てないんだから、逃げるならあなた一人で逃げなさいよ。どうなっても知らないからな。ということで、じゃあここでフラグワを作っといた。で、ロッカー1、2、あ、ちょっと待って。これ、彩香に対してか。ロッカー1ってなってたから、ロッカー多分ね、2のパートがあると思うわけなんです。なんで、一度ちょっとセーブしておきます。ガチャン。で、鍵がかかってる。これはあれか。多分なんで、そこ行くとバターンって倒れるから、もうそれはやってるから。入れなくなった。あれ？あれ？あれ？まさか。え？まさかの？まさかの？死なないといけないパターン？これ大丈夫かな？積んだー！うわー、何度か帰ってきました。皆さんはこのミサをやると気をつけてくださいね。
死ぬところでセーブしちゃ詰みますよ。ああやられたな。さてと、他行ってないところ行きますか。ここは教室でしょ。あそっか、倉田か。開けよう開けよう。よいしょ、今先生。助かったよ。いや参ったよ。地震の直後、気を失って気がついたらロッカーの中に閉じ込められてたんだ。どうも中からは開けられない仕組みになっていたらしい。学校の様子がおかしいな。少し様子を見てくる。先生、コーナーは危険です。まあ一番危険なのはそこの歩いていた倉田が危険っていうね。まあ倉田自身も悪いわけじゃないんだけど、なんだろう、もともと根が腐ってるってわけじゃなかったもんからな。さて、そっか、ここのシーンまだ見てなかったわ。これ1個ロッカー開けてる状態でも、やっぱり狂ったマッドファーザーはそこまで気はね、別に気にしてないってことなのな。今何気だろうか。学校でチェーンソーなんか持ち歩いてどう見ても普通じゃないぞ。あんなのに襲われたらひとたまりもないだろうな。ということで、じゃあひとたまりもないのでさっさと退散します。ショックあるから。コンピューター室、そうだ、これもやってなかった。よし頑張ろうね。思いっきりパンチラしてるからね。いやー、こ来ないでー。おタメ、トーマ助けて。ああうわー、パート2、トーマー、いやー助けないと。何か悪霊を追っ払う道具は、バットじゃ届かない。あ、そんなセリフ追加されるのよ。バット持ってると、バットじゃ届かない。他に何か探さないと。探そう探そう。ちなみに他のところ、ああやっぱりそうか、さとめさん助けるんだ、ああいうなんちゃうんだね。ちなみに、ああもうしゃあないな。一旦パソコンのエリアのところ行ったら何かあるのかなと思ったら、それ試してる、まあ多分ないだろうな。さとめさん、よくもさとめさんを化け物め、これでも食らえ。助けてあげられなくてごめん。しかもちょっと好きだっただけにね。あ、これか。これは CD ロムを入れて、で、セキュリティシステムを解除します。あぶねー、これ間違えて俺、強化するってなって、また、こう、ウィーンってこう、スライドしまうとこやったな。よし。あ、でもしとかなんかいかんかったかもしれんな。だって、お墓のところに魂行かせなあかんかったもんな。まあいいや。さてと、これね、特に、なんかめぼしいところないもんな。よし、じゃあ調べよう。助けて、うわー苦しいとかね、ブワーとか言って。でちなみにカマオバンジョンだとどうなんだろう。よし見てみよう。イラストがね、拡大して、あらーあらー、ね、さあ行こう。そしたら次は、でそこにイサオの、あーそっかそっか、あぶんで調べるとこやった。同じ間違いを二度も繰り返してしもうた。そして隣にトーマがおる。さあ、そしたらさっさとトーマに合流しに行くか。はいはい。じゃあこのヘタレクソ野郎。ね、ブルブルブル。おいっトーマくん、あ、しまった、血まみれの状態で会えばよかった。カマを驚かせんなよ。トーマくん、君って普段は強がってるだけなんだな。なんだと。さとめさん、助けてあげられなかった。彼女はもう乙女か。助かりたいなら僕に協力してくれ。一緒にミサオちゃんを助けよう。はあ、冗談じゃねえよ。ミサオのせいでこんなことになったんだぞ。なのになんであいつを助けなきゃにゃんねんだよ。なら一生そこで怯えてればいい。君がどうなってよ、僕は知らないからな。わあ、待て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 
わかった。はぐれないようにしてくれよ。はぐれ刑事順調派のようにな。よ、おう、じゃあ、わかった。じゃあ、行こうぜ。はいはいはい、じゃあ行きましょうね。でも、ギャートーマくん。わっさりだよ、もう。で、治療しないといけないね、ということで。しかし、この学校のトイレは基本的にどこも匂うんだよな。くっさーやん。はい、図書室さん。あなたはじゃあ、ここのやりとり、いや、覚えてくれたんですね。いぞとなさのは何年ぶり。鴨子さん、私とお友達になって、いきなり。なろう。お友達の誰せ、初めてです。じゃあ、名前は。はい、じゃあこれでいこう。素敵なお名前です。これからはナメダルマと名乗りますね。お友達、いい雰囲気です。こんなあだ名つけられたらもう本当にもう生きてられへんけどね。それじゃあ僕行くね。そろそろ、そろそろ行くね。大事なのがあるから。鴨さん、困ったことがあったら、いつでも私のところに来てくださいね。私なんかが役に立つかわからないけども、どんなことでも力になりますから。うん、ありがとう。っていうことで、助けて。トーマくんを助けてくれ。僕のクラスメートなんだ。ふう、手当てはしたし、これでもう大丈夫だな。なめだ、なめだるまちゃん。しばらくここでトーマくんを休ませてあげてほしいんだ。ここなら悪霊も寄ってこないみたいだし。そんなの無理ですよ。こんな得体の知れない人、もう僕のクラスメートだよ。トーマくん、そんなに怖い人じゃないから、むしろビビリクソ野郎だからね、お願いだよ。カマオさんがそこまでおっしゃるなら、いやー、大丈夫かなということで、まあこんな感じかな。よし、ちょっと、ちょっとこれ何だっけ。なになに、ローンまで返さない。嘘。セーブしときゃよかった。ふう、帰ってこれた。これまさかねえ、海外ドーマのパロディ絵本、太めの怪人を見つけた。これ読まないと死ぬんだ。ねえ、おいしいお菓子をありがとう、ジャック。俺に呪いの力を授けましょう。太めの怪人って結構可愛いんだなって言って、読まなければ読むまで返さないって。そっか、そういうギミックもあったのか。あれ、なんかこれ、日記を見つけた。私は記憶、ああ、これはあれか。そこのナメちゃんの、ナメちゃんの記憶やね。うん、憎しみ抱いた幽霊は黒とかし、醜い化け物と変貌する。恐ろしや。恐ろしや。恐ろしや。この辺はあれだね、ゲームのちょっと説明書きのやつなんで。さてと、他になんか、お、あ、そっかそっか、これは、君は、おっとめい、ね、何か思い変わりですかということで、大丈夫だ。さて、次は、セキュリティガードを解除したから、セキュリティのエリアを解除したので、そこ行きましょう。固まった。そこはまだ早かった。じゃあ、その前に。で、あやかいる。イス倒れるギミックなんかあったっけ？椅子倒れるギミックなんかあったっけ？で、ここね。ロッカーの鍵かかってるから、ロッカーの鍵使って。で、バチャン。なんか落ちてきた。壊れた携帯電話、ミサオが使ってたスマホですね。倉田のデスクだ。で、なんだっけか。どうしよっかな。いや、コンピューター室行きましょう。上でした。で、吉野の、ちょっと、ね。
うん、お、引っ込んだ。お、なんか落ちたな。せい、あ、そうかそうか、植物活力剤、これは確かにいるわ。で、助けてって声が聞こえるから、お、こんなん読んでなかったな。マンドレークボームについてちょっと読まして。マンドレークボームの中身は火薬が詰まってます。衝撃を与えると数秒後に爆発します。その翼は頑丈な岩も破壊します。あ、だからあのヒントになるんやね。で、ソルトマンドレーク、ソルトマンドレークは塩でできています。吸い下ろすことで塩が採取できます。なるほどね。じゃあなんだ、そう、マンドレークボームでいいんだ。で、眠ってるからこいつは起こさなあかんから、あ、これはダメだ、これは焼け死んでしまう。で、バイオザのサンプルが目覚めてしまった。長い目が目覚めたばかりで弱っていると思うが、非常に攻撃性の高いサンプルだ。あー、で、あれかね、だから霊力は弱いけど、飛ぶねー。電話機のそばに行くとこやった。さあ、吉野がジタバタしてるぞ。ね、カモンよかった、で、助けて。いいえ、ふふふ、てめえふざけてんだねーぞ。ちょっと喋り方がちょっと長所これ気味だからじゃない、キャラとないですよ。待ってろ、今解いてやるから。うん、あんたありがとう、あんたっていいやつやね。工藤なんかより全然いけてるよ。工藤と比較してあんなよ。よしの、君はいつも自分より弱い相手をからかって楽しんでるよね。そういうのをいじめって言うんだ。いじめダメ絶対。うん、何それがどうしたってのよ。一つだけ約束してくれないか。今後弱い者いじめはしないって約束して誓ってほしいんだ。分かった分かった、もう出ないからとっとと解いてよ。じゃないとあいつが戻ってくる。あいつ来たね。えー、来たわ。で、実験台にされちゃうってことで、クソ手枷が外れない。どうすればいいんだ。おつけ、おつくんだ。僕まで捕まったら吉野も助けられなくなる。一旦どこかに隠れるしかということで、まあここはもう多分ここら辺のやつ全部やったよねと思いたいけど、うん、やった手として、で、うわーっとケツが隠れない、諦める。で、メス、いや、実験台取れちゃう。ってことなので、じゃあ素直に入りますか。おっと危ない、そこは違う。で、ギで、大きなクマのクマのぬいぐるみの中に隠れます。絶対扉の向こうで待ってくれたよな。なんだこれ、ぬるぬるして血生臭い。あ、吐きそうだ、やめろこの野郎。どうやら化け物去ったみたいだな。助かった。うわ、なんで体が血まみれなんだ。これ着ぐるみだよな。吉野、なんてことだ、こんなひどい仕打ちをするなんて。助けてあげられなくてごめん。カマコとは全然違うね。何も知らなかった。ミサオちゃんがあんな目に遭ってたのに気づいてあげられなかった。で、魂がお墓のところに行っちゃったと。でもほんとひどい目に遭ってたってことだよね、ミサオも。これあれか、あ、これ吉野のあれか、ヘアバンドか、残されてたの知ってたもんね、あいつ。じゃあこの血まみれになってる状態をどうにかせねばいかんわけでございますが、その前にあれだね、このソルトマンドレイクね、かわいいかわいい、ね、君かわいいね。でも残念ながらもね、
ざまあみさらせ。あれ？え？よ、あれ？よし、セーブした。じゃあ行きまーす。これなん、え、これそのままいったらあかんかってんな。俺の時はそんなことなかったような気がしないけどな。てかさっきミサオいたな。俺の時違うわ、カマコの時か。カマコの時そんなことがなかった気がしたんだけども気のせいかな。さっきミサオがいたような気がしたけども気のせいか。まあいいや。そしたらば、マンドレイクボムを手に入れたんで、あれを試してみましょう。このマンドレイクボムを使って、ここ、殴るじゃないですか。ここマンドレイクボムを置いてね。で、金属バットで。え？植物とはいえ、かわいそうだ。衝撃を当たるだけで本当に爆発するのか？なんかまずいんじゃないか？離れた方がいいかも。あらら、あらら。あ、ダメだこりゃ。やっぱそうなるか。しかしカマオは優しいな。カマコの時は遠慮なくボコーン殴ってたのに。本当に衝撃でだけで爆発するのかってね。で、金属があって、よーしと思っても、で、ここって、なんかまずいかな。まずいまずいまずい。これ間に合わなかったっけ？間に合ってたー、よかったー。あー、よかった。いや、ここのステージをさっさと終わらせよう。で、ここは、とりあえず、ってくるから。で、よいしょ。確かヒントは、一輪のキノコ。ね。一輪のキノコ。で、とーセーフ。で、泥まみれの革靴を手に入れたと。なんでそんなところにあんのって思うんだよね。で、もう、埋められてるので、帰れませんと。よし！じゃあセーブをして、あ、というかもう時間的にいい時間なんで、じゃあちょっとセーブをしてという前にチェックをしておきましょう。増えたな、太めの怪人ね。えで、人体もまだまだまだちょっと残ってますね、やっぱりね。えこの辺のこうまだまだまだ隠された死に場所がまだまだありますよね。え、駆動の危機、キャンパス、彫刻、白骨化、転落。これマンドリックボムのあれ、なんか絵が違うな。なんか今絵柄が違った気がしたんだけど、まあいいや。マンドリックボムのやつもしかして一緒だったのかな。まあいいや。ということで、じゃあ会長セーブさせてということでセーブをして、はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。以上、カマクビでした。ご視聴ありがとうございました。カモさん、大変です、大変なんです。うわー、セーブできないの。